古武道。古武道とは、日本の伝統的な都市もしくは鈍器や、刃物、柿などの武具の使用法や、水泳、乗馬など戦闘に関わる技術を体系化したものの、総称、古流武術、古武術も、ほぼ同義。武芸、武術、標法などの類義語もある。大義語は、現代武道。古武道とは、 明治医師に以前に成立した武術を指す場合が多い。室町時代から、剣術、柔術、創術、救術、宝術などが、それぞれ様々な流派として技術化、体系化された。明治時代以降、武道という総称が確立し、現代武道と明確に区別する場合に古武道と呼ばれるようになった。現代武道が人間形成と、 体育的見地からの心身の鍛錬を目的とし、スポーツ系統の競技試合を重視して、技術の体系を構築しているのに対し、例、柔道、剣道、小武道は、基本的に試合での勝敗を目的とせず、流派によっては、多流試合を禁じていた、合戦、決闘、誤神や、戦闘で使命を果たすための鍛錬が目的とされていた。そのため危険であることから、 現代武道から覗かれた技法や各種の隠し武器、薬法、呪術、禅や密教と結びついた神法が含まれる。反面、流派を伝承するものにも意味が伝わっていない、非合理的な動作や平和な江戸時代に型の美観のため加えられた動作、花法、花法が含まれている場合もある。明治維新後、戦闘技術としての役目を終え、現代では伝統芸能、 文化財として価値を認められている。都道府県や市町村の無形文化財に指定されている流派も少なくない。また、江戸時代と同様、武芸として必要なものとして認められているものもいくつか存在する。弥生時代の鎧、剣、穂矢尻、弓、埴輪などの出土品や古事記、日本書記などの日本神話に剣、穂刀、弓など、 武器の記述があることから、何らかの武器は存在していたものと思われが、詳細は不明である。日本書紀に、力で相手を蹴り殺したとの記述があり、この時代の力が相撲の起源とする説もある。これは、蹴り技などを用いていたと推測され、現代の相撲、大相撲、アマチュア相撲とは異なるものである。日本書紀の天時天皇記には、七年秋七月、宇治大見国公部すなわち、 大見国で武士たとある。和名類受賞には、古武士打ちという武術名が見える。武士の道、武芸は、キューバの道とされ、休日馬術、ヤブサメが武士の必須の武芸であり、合戦での戦闘のための技芸であった。また、蘇我兄弟の仇討ちで有名な、蘇我物語などにも現代の相撲と異なる武芸としての相撲が、武士により行われたことが記述されている。 この武家相撲は後に廃れ、相撲伝承や江戸時代初期の関口流柔術の伝承などに伺えるのみである。いわゆる標法三大源流、陰流、新刀流、年流が起こった。またそれらの影響を受け新影流や新刀流、一刀流、中城流等が派生して一挙に、剣の道が広まった。また柔術系の武術としては、竹内流が成立した。 武芸は、脳や歌のように芸とみなされ、理論の確立や進化が進められた。武芸を先一に行う標本家の道を歩む者たちが現れ、彼らの中には自流を上乱に教した者もいた。武術の様々な流派は、戦国時代において形成された者は少なく、多くがむしろ戦乱の収まった江戸時代に発展した。幕藩体制の中で、各藩は、指南役を設けたり、 特定の流儀を五流儀として指定するなどした。長く続いた平和によって経済が発達し、町人文化が起こる中で、武術は余暇の楽しみとして都市部や農村地帯で広く行われた。流派の数は幕末までに数百、あるいは千を超えたと思われ、19世紀になると、全国で武者修行や多流試合、 武術留学が流行し始め、各地の市販名をまとめた書物が発刊されるなどした。様々な流儀で交流が行われ、剣術や創術、柔術などで稽古道具や試合方法が共通化していった市内稽古、地稽古。また、幕末の志士たちの多くが、江戸の有名道場、江戸三大道場等で学び、全国に人脈を広げていった例からわかるように、武術の道場は、 学問書と同じように、ある意味サロン的な役目を果たすようになっていった。明治維新後、文明開化中で、武術は時代遅れと断絶られ衰退した。武術家たちは、激剣工業等の見せ物工業を行い武術を信仰しようとした。また反乱の起こす者もいたという。明治1年、1877年の西南戦争で、警視庁の抜刀隊が剣術を用いて、 白兵戦を優位に戦った影響により、その後警察に武術世話係が創設され、絶滅の危機は脱せられたとされる。また、当初フランス式剣術を採用していた陸軍も後に、日本式の軍当日、銃剣術を制定した。しかし、兵器や戦術の進歩によって、活躍の場は失われていった。明治十五年、百八十二年、可能時頃は新しく、 柔道を創設した。教育者であった、加納の思想は、後の武道家に強い影響を与えた。明治28年、1895年には、各種武道の総本山となる第二本武徳会が、設立で、日本の武道会を統括するようになっていった。多くの地方流派が第二本武徳会に加盟して、剣道や柔道を取り入れ、伝来の形、区伝、起き手等の現象が、 徐々に失われていった。大正三年、警視総監の西久保行動は、警察訓練所での講話、武道講話、警察協会北海道支部1915年において、武術の名称を、術でなく、道でなければならないとした。理由は、術という名は、技術の上達のみに終始し、礼儀は無用と考えることになるのでよくなく、武は技術でないという観念を明確にするため、 であった。大正8年1月29日、西久保は大日本武徳会の副会長と武術専門学校長になり、名称変更を主張。同年5月15日、常議委員会で武術専門学校を武道専門学校に変更承認。同年8月1日、文部省認可。これ以後、武徳会各支部で武道を用いることとされた。その背景について、 福島大学教授の中村民親、や、筑波大学名誉教授の渡辺一郎らの研究によると、武術工業などを行い堕落したとみなされた武術と区別するために、教育的に有用な、真剣な修行という意味で、武道という名称を用いたのであるという。第二次世界大戦、太平洋戦争により、たくさんの流派において継承者が戦死するなどの原因から出現。 伝承が途絶え、失われることしたという。また、昭和20年、1945年日本の降伏後、連合国軍最高司令官僧司令部、GHQ 司令により、第日本部特会は解散し、武道の組織的活動は禁止された。これにより、剣道がしおり競技と名を変えたように、武道は、戦闘技術職を払拭したスポーツとして、復興を図ることとなった。 現代に伝承されている古武道は古式の形態を守りつつも時代に合わせて変化している例も多い。中には現代武道化したところもあるが現代においても様々な形で受け継がれている。日本古武道協会など古武道の保存、振興を目的とした組織があり、都道府県や市町村が古武道を無形文化財に指定して保存を図ることもある。 現在でも一子想伝とされるような小さな流派では、代々的に道場を構えたりせず、一族だけで伝承されてきているため、時代状況の移り変わりの中で、次の世代に次ぐべき人間がいなければ容易に耐えてしまう。流儀を宣伝することがないので、極端な例では、親族の葬儀に参列して初めて、何やら一族の武術があって、亡くなった人は、 その継承者だったことを知るなどの事例も聞かれ。合戦で戦うための技芸を武芸と言った。これが元になり、剣術や柔術などが生まれた。武芸18発とは、元は江戸時代初期に中華から伝わった言葉、18発兵器であるが、江戸時代において習得すべきとされた18種類の武技の創造であるという。この18の武技の内容は、 時代や集団により異なっているため一概には言えないが、おおむね以下のものが挙げられる。他、古武道の多くは、技術の進歩段階や人格を見て、各種の許しを発行した。例として、天然美神流剣術では、まず切り紙、ついで目録、中国位、免許、指難免許という順番であり、各段階で型の目録や、流儀の秘訣、 流儀の由来などが書かれた伝書が与えられた。指南免許を得た者は独立し、新たな師匠となることができた。また多くの流派では入門時に入門の儀式を行い、流儀の起手が書かれた生死に欠板を起こっていた、起承文。生死の内容は多くの流派で共通しており、免許を得るまで親兄弟といえども流儀の内容を教えない、許可を得ずに指導しない、 他流批判を行わない天下の御制度を守る等であり、最後に以上の誓いを破った者には神罰が下ると書かれていた。また、現代武道で多く見られる高齢による集団指導は行われず、もっぱら個人指導であった。現在では古来のままの伝授形式を牧手している流派は少なくなり、現代武道的な断球異性や、 集団指導方法を取り入れている流派も存在する。基本的には、古武道である一人の師匠が、数子相伝するということは珍しく、多くの師範を育てる場合が多かった。ただしある段階以上は、一族や、近しい者にのみ伝える場合も見られた。指難許可を得れば自由に弟子を取って教えて良いとする流派や、免許を発行して良いが、 師匠の許可を取る必要があるとする流派など様々であった。ただ実際は現代と違い全国的な組織を作ることが困難であり、江戸で学んだものが特に指導許可を得ずに、故郷で指導した例も見られた。以上の理由により流派などとして、同一流派に多くの派が生まれた。明治維新後、特に戦後は、交通や通信の発展と多くの流派が衰退し、 同流多派が少なくなったことにより、古武道の世界でも、宗家、家元制度が広まり、全国的な組織が作られる例も見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。